どうも皆さんこんにちは。こんにちは。今日はですね、真冬の地下釣りに、はい、ちょっと今トラックが真冬の地下釣りに来ました、はい、カジ君と久しぶりに釣りをやっていきます、はい、どうも久しぶりです、はい、じゃあやっていきます。はい、で、今回はですね、仕掛けを3つ買ってきました。3つ3種類、はい、はい、でよくわかんないでしょ。で、魚屋さんじゃない、釣り具屋さんに聞いたら、このケイムラ、蛍光紫の略なんだけど、はい、ケイムラがいいよって言ってる。でもこれ針が6個しかないのね。はい。だけど、6個しかない。だけどこれは俺セレクトで針が10個ある方を2つ買ってきた。うん、はい。なんか どっちかがいいかなと思って。で、俺のがうまいから釣り。そんなことないよ。そんなことない。選んでいいよ。はい。ケイムラ上級者ですか。いや、でも釣り具屋さんはこれがピカピカ買っていいよって言ったけど、だけど針が6個しかないから、一応針10個の方を2つ買ってきた。じゃあ俺10個の方がなんか安心感があるんだ、うん、どっち。これかな、ケイムラに似てるんだ。ケイムラに似てる。そうです。じゃあ俺も10個の方がいいと思って使わないですか、ケイムラ。釣り具屋さんに、あ、これがいいんすか、じゃあこれくださいって買いましょう。いや、いや嘘。じゃあこれでいこう。はい、これでいきます。なんかちょっと不服ですけど、うん、まあ10個針がついてるから、うん、その方がいいですかね。よし、オッケー。餌つけます。餌つけます。はい、今回もですね、ミミズみたいなうねうねした虫餌じゃなくて、ちっちゃい、はい、エビを溶かして、この間にもう一回ギコ増えて、トップ。勝手に餌がつくと便利ですね。とっても便利なシステムです。じゃあこれで釣っていきましょう。さて、釣れるのか。入れ食いの予定です。下調べしたところによると、ビクビク来る来ないですね。マジで。全然つっつかないね。笑っちゃいますね。あいつ釣れてんの今ね。よく釣ってるおじさんに話聞いてきたら、今日はあんまり釣れてないそうです。ダメじゃないですか。途中経過、釣り開始して1時間半が経ちまして、何匹釣れましたか。0匹です。ダメだこりゃ。触りの釣り合いですね。そうですね。全然怖かったのにね。2時間半釣ったんですが、1匹も釣ることはできませんでした。帰る。もう帰りますかね。はい、帰ります。はい、あの後からですね、3時間くらい経って、どうしても諦めきれずにもう一回一人で来ました。再チャレンジ。釣れたー。やー、釣れました。近い1匹目ゲット。ボラだ。いらない、こんなの釣っても。では皆さん、本日のメイン食材、チカです。ではこれを鱗を取って、内臓もきれいにしたいと思います。カット。では天ぷらにするのに粉をつけます。では衣をつけてチカを揚げていきます。うわ、うまそう。
では揚がったのでお皿に盛り付けていきます。はい、これでチカの天ぷらの完成です。早速塩をかけていただきたいと思います。うまいけどひもじい次回は大量を目指します。ごちそうさまでした。ご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネル登録をお願いします。スマートフォン、タブレットでご覧の方は動画のタイトルをタップ、下にスクロールしてリンクをタップして登録をお願いします。このシリーズの続きが見たい方は再生リストをタップしてご覧ください。パソコンからご視聴の方は画面のボタンをクリックして登録をお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。